とっても気持ちよさそうですね。お昼寝中の主さん、なんとも微笑ましい光景どです。あ、失礼、いきなりめっちゃ噛みました。微笑ましい光景ですですです。もう噛んだとかどうでもいいわ。何この映像でケイナプール。てか夏祭りで小さい子がスーパーボールすくいやって。スーピースピピピースピピピピピよ。謎の寝息発しながら浮いてる顔面だけ見たらトラウマだわもう。もう朝ですか？それともモーニング？どっちにしろ朝やんけ。ささ、そろそろ PC 開いてチャンネルチェック、お仕事ぼちぼち始めますかな。おっしゃ？ PC 開いたぜ。開くてそういうことなのこの効果音の後に、チンって言ったらダメよ。そんな注意事項だよ。ボケはこのぐらいにして。お仕事開始よん。は？なんすかこれ？先日、急に YouTube からこんな通知が。著作権、主なんかやらかした？これまで2200本以上動画アップしてきて、一度も著作権系で問題になったことはなかったので、とりあえずめっちゃ焦りながら確認をしてみたところ。はい、まさかのあなた、主チャンネルの動画が違法に使われてる可能性がありますよ。そっちの通知だった模様。てか、は？家燃やす、お前殺す。いやいやいや、普通に怖いんですけど。出た、アンチってやつね。でもさすがに家燃やす殺すって脅迫罪やん。アップされたのは4ヶ月ぐらい前か。この通知が今更来たのね。これさ、もうただただ普通に犯罪よ。マジで。まあネット上で活動している以上ね。どんなに炎上しないような内容でも、誹謗中傷とかゼロにはまずできないし、しょうがない部分があると割り切ってますが。ちなみに中身はそのまま、主チャンネルの無断転載でした。本当にさ、面と向かって言えないことをネットで言っちゃダメだよマジで。コメントはオフにして自分は守ってるし、そんなんならこんなことしなきゃいいのに、嫌いなら無視しといてくれよ、なんて思いながらチャンネルのトップページを見てみたら。まさかの登録チャンネル、あの超トップ YouTuber、フィッシャーズさんと、主チャンネルっておいツンデレなのかー。はい、ちょっとここからは真面目に、まあ主のスタンスとしてはね、誹謗中傷なんていちいち気にしてたらしんどいし。もうどうせなら動画のネタにしてやれ、みたいな感じでやってきてるのですが。過去にも何回かあったもんな、さすがにここまでひどいのは珍しいが。あ、もちろんそやね、人間です感情があるので見た瞬間はムカつくし悲しくもなるけども、圧倒的に多い応援コメントや高評価見てればそんなのはすぐ吹っ飛ぶからいいの。そういう面でもいつも温かい応援をしてくれている視聴者様たちには本当に感謝です。ありがとうございます。でも中には誹謗中傷とか受け流せない人もいるし、絶対にやっちゃダメ、ダメダメ絶対にダメ。そりゃ人間だもん、なんかこいつ嫌い、うざい、って思っちゃうこともありますよ。でもそれはね、自分の心の中に留めておくもの、誰もが見れるネット上で発信しちゃったらもうアウト。今回の家燃やすはもう誹謗中傷じゃなく完全にただただ脅迫だけども。あのはじめ社長さんとか、ファンの方に家特定されてたしね。そうなのよ、主の場合実写メインじゃないし、家の周りとか映してアップしたこともないし、マンションとかじゃないので間取りでバレることもない。これまで少しでも家がバレたかも、ってこともなかったのであれでしたが。もし家バレとかしてたらこれ、すぐに警察に相談に行ってたと思います。そして現状まだ色々と面倒ですが、発信者情報開示請求をすれば、投稿者の住所とか名前とかの情報を得ることも可能です。そこから裁判になり慰謝料などを払う羽目になることも普通にあります。うさばらし、気分が晴れるからなのかわかりませんが、ネット上で顔が見えないからって強気に誹謗中傷、脅迫。こんなことしたって自分に良いことは何一つないですからね。むしろ自分で自分の首を絞めるいろんなリスクを生み出しているだけ。以上、絶対に絶対絶対ネット上での誹謗中傷、脅迫行為なんてやってはいけませんよ。もちろんネット上じゃなくてもだが、というごく当たり前のことを改めて伝えたく、このような動画となりました。それじゃあ明日からはまた普通の動画に戻るので、また明日の動画で。